川のかすみです。緑川です。私たちと一緒に波動をプレイしてみましょう。波動ファイト。波動とはエナジーボールを使って戦う最先端のテクノスポーツです。相手の体の前にあるライフを壊して得点を取ります。最大3対3で戦うことができ、80秒間で得点の高いチームが勝利です。まず利き腕にデバイスをつけます。次にヘッドマウントディスプレイをつけます。落下防止のためにネックストラップを必ずつけてください。帽子のようにかぶり、マジックテープで調整します。ポイントはレンズと目がまっすぐになっていることです。これで準備 OK。 エナジーボールを打つにはチャージが必要です。チャージ方法は手をガッツポーズにします。デバイスが地面と垂直になるようにしましょう。チャージがたまったら手を前に突き出します。これがエナジーボールです。最大5発連続して打つことができます。エナジーボールは中央にある照準の方向に出すことができます。照準は相手の体の前にあるライフにしっかり合わせて狙いましょう。1人のプレイヤーの4枚のライフを全て壊すと1ポイントです。一度に最大4枚まで破壊できるので、ライフの中心を狙うのがコツです。次はエナジーボールの避け方です。頭のデバイスを動かすとライフもついてくるので、左右に動いたりしゃがんだりしながらしっかりと避けましょう。ライフを4枚とも壊されると KO になります。 KO されると3秒間戦うことができませんが、その後復帰することができます。自分のライフの状況は右下の表示で確認することができます。次はシールドの出し方です。相手のエナジーボールを防ぐことができます。シールドを出すためにはチャージが必要です。チャージ方法は手を下に下ろして緑色のゲージが溜まりきったら手を上に振り上げてみましょう。自分のチームのエナジーボールは通過するので、シールドの裏から攻撃することができます。1試合に出せるシールドの枚数はパラメーターによって変わります。最後にスキルポイントを設定します。腕のデバイスで自分の能力をカスタマイズできます。オレンジがエナジーボールの速さです。緑がエナジーボールの大きさです。紫がチャージの速さです。チャージの速さが上がるとたくさんのエナジーボールを打つことができます。水色がシールドの枚数と強さです。パラメーターの数字は1試合に出せるシールドの枚数です。またパラメーターの数字が増えるとエナジーボールをたくさん当てないと壊せない強いシールドを作り出せます。最大10ポイントを好きなように振り分けることができます。オーバーアクションとは、腕のデバイスをむやみに振りすぎることによってジャイロと呼ばれる角度や速度を測る計測器が狂い、一時試合ができなくなる状態のことです。オーバーアクションを避けるためには正確なフォームでエナジーボールを打つことが大切です。通常1試合は80秒ですが、
80秒経った時点で両チームが同点だった場合、10秒後に延長戦であるオーバータイムマッチが始まります。オーバータイムマッチは先に1点取った方が勝利となり、その時点で試合終了となります。シールドの使用枚数は引き継がれ、チャージはゼロに戻ります。いかがでしたか？これであなたも波動プレイヤーです。慣れてきた方はエンジョイ波動へ、基礎から学びたい方は波動アカデミーへ、最後はチームを作って公式大会にチャレンジしましょう。ワールドチャンピオンも夢じゃない。これであなたも波動ファイト。